呉金新聞の敏腕記者2人が呉の各地にある風景、特産品など魅力満点のいろいろなお宝をスクープ、みんなに届け、こちら呉金新聞。この番組は呉市の提供でお送りします。吉田記者と呉氏が歩いているのは美術館通り。歴史を感じられるあの場所が特別展を行っているらしいのだ。入船山記念館には夏にも取材に来たんですけど、ここに今回もスクープの種があるそうなんですよ。今回は違います、吉田記者。特別展をしているのはこちらの呉市立美術館です。ただいま開館35周年を記念した特別展を開催しています。呉市立美術館は呉市制80周年を記念して1982年に開館。本館正面の枯山水の庭、レンガ色の六角タイルなど明治期の洋風建築を模しています。ちなみに美術館前の坂道は美術館通りと呼ばれ、日本の道100選に選ばれていますよ。これらの作品はひときわ目を引きますね。谷口千佳。はい、谷口千佳は昭和初期の女性風俗を情緒豊かに描いた画家で、彼女は戦後渡米するのですが、これらの作品は彼女が生涯手放さなかったもので、今回初公開しているんですよ。呉にゆかりがあるんですか？はい、谷口千佳は戦中から戦後にかけて呉市で暮らし、広島の美術の振興と発展に努めました。これまでも呉市で彼女の作品がたくさん見つかっています。その他特別展では呉市立美術館代表作品ルノワールの麦わら帽子の少女をはじめとする名画を展示。呉の高校生たちが作品を解説しています。35周年にふさわしい名画たちが皆さんをお待ちしていますよ。展覧会は2月12日まで開催しています。ぜひ一人でも多くの方に足を運んでいただき、素敵な作品たちとの出会いを楽しんでいただきたいです。魅力的な作品ばかりの特別展でしたね。早速帰って記事にしましょう。呉市立美術館開館35周年を記念して開催中の特別展、代表作をはじめ初公開の作品や高校生が選んだ作品が展示されていて、美術館がより楽しめる場所になっています。クレーンクレーン走ってきて、クレーンクレーン何度でも。